クレタ島の戦いの後のルポルポはイタリア海軍の水雷艇。スピカ級。名称はイタリア語で狼を意味する。1936年12月7日帰候。1937年11月7日浸水。1938年2月28日収益。1941年1月31日、エーゲ海でアレクサンドリアからスダワンへ向かっていた。 タンカーディースモーリーを来撃し大破させる。2月、イギリス軍がカステロリゾ島に侵攻すると、ルポは島への兵員輸送などを行った。1942年5月21日、クレタ島侵攻部隊を運ぶ、戦団護衛中イギリス海軍 D 部隊と交戦し、損傷。11月24日、水雷艇カシオペアと共に、戦団護衛中イギリス海軍 K 部隊の攻撃を、 受け交戦。1942年12月2日、水雷艇アルデンテ、アレッテューサと共に、トリポリへ向かう、戦団護衛中、戦団の船2隻のうち1隻が、アルバコアライ撃機により撃沈され、その生存者救助のためその場に残ったルポは、イギリス海軍第1 4駆逐軍の攻撃を受けて、反撃もできずに撃沈された。乗員134人中29人が、 アルデンテに救助され、ジュゼッペ・ホリテー長ら105人が戦死した。ありがとうございます。